皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室運営と集客力アップをするためにコンサルタントって必要ですか、コンサルが必要な人とそうでない人についてということについてお話をしてみたいと思います。私は教室集客のコンサルタントなんですけれども、私がコンサルが必要か必要でないかというのを語るということを見たときにですね、まあ人によってはどうせ自分の宣伝して自分のとこに来なさいよって言うんでしょうって思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、全くそんなことはありません。私が、コンサルをしたい人ないしは助けてあげたい人っていうのは、自分の人生を本当に180度変えたいぐらいに情熱を持って、仕事に取り組みたい人なので、この話をしたからといって私のとこ来なさいよというくだりにはなりませんので、まずそこはご安心してドキドキしながら聞いていただけたらというふうに思います。まずですね、この話をしようと思ったきっかけがですね、とある、教室の先生との対談の中で、最近は自分の仲間たちとかも、そういったコンサルタントと言われる人のところに入る、企業塾に入る、習う、そこで勉強して集客活動をして集客をしていて、それで満席になっていってるような人が多いから自分も焦るし、どうしていっていいのかわからない、自分はそんなにできないしというような、お悩みを抱えている方とお話をした時にですね、教室業であれ集客に対してのこう意識っていうか、誰かにちゃんとビジネスのことを学びながらやらないと集客って難しいんだって思う人が増えてきたっていうのは、仕事としてやりたいっていう人が多分増えてきたからだと思うんですけれども、その意識を持つっていうのは非常に大切なことだし、いいことだというふうに思っているんですね。だけれども、そのみんなが言ってるから、みんなが先生つけてるから先生つけようとかっていう考えである限りはやっぱりうまくはいかなくて、でコンサルタントさんもですね、私も含めてですが、得意分野とか性質とか違いとかも全然人によって違うので、その人にとって一番いい状態のものを再現できるような人と組んだ方が基本いいというのは、以前から私は伝えていることです。当然だから私とやるということは私と相性がいいタイプの人、相性がいいというのは要は成果が出しやすい状態を作れるかっていうことなんですけれども、それが難しければ違う人の方がぐんと伸びる場合もありますし、逆もしっかりです。他のところでうまくいかなくても私のところでバーンと伸びるタイプの人もいるので、これは何とも言えないんです。言い訳をするわけではなくて、私自身も何人かそういった方についた状態でうまくいく場合とうまくいかない場合、うまくいかないっていう方は変か、そもそもの理由がこの人からはこれを学べればいいという状態でついているようなケースは、それが学べれば OK ということになっているので、その何を学びでそこを助けてもらうのかっていうのを自分がしっかり決めなくてはいけないんですね。ですから本当に最近コンサルタントと呼ばれる人というか、名乗ればなれますからね、誰でもコンサルタントって感じですけどね。結局コンサルの本当の実力って言い方は変なんですけれども、まずは自分が稼ぐのは当たり前なんですよ。稼ぐっていうか、その状態ができてるっていうことがまず当たり前で、たまにこれできてない人がいるのがそら恐ろしいっていうところなんですけどね。どこかで聞いてきて見知ったようなことをさも自分がやってきたかのようにしゃべり、そしてそれをクライアントさんに伝えるっていうタイプの人もいるので、これびっくりな感じなんですけど、でもその人についてしまう人もいるので、それはお互いが悪いですよね。見極めができてなくて頼んでしまうわけだから、当然この人自身もやってないのに喋るからこの人もうまくいかないんですよね。これはうまくいかないっていうような場合がある人もいます。
で、それがだから本当にその何て言うんですかね、にわかコンサルタントみたいな形で、でも稼げてしまうっていうお金だけで切り取ってやられている方もいらっしゃるのは知っています。はい。なんで、まあそんな風な状態なんで、やっぱコンサル業界うさんくさいとかっていうのもよく言われますけれどもね。まあ私もうさんくさいと言われている業界の中の一員の一人なんですけど、まあなのでなるべくこの弁明をするわけじゃなくて、まあ私自身のまあ誠意を持ってですね、自分がやったことでしか教えないっていうのが一応ポリシーになっているので、まあまずそこに関しては机上の空論で教えるってことはまあまずないかなっていうのは一点あるんですけれども。どういう人と組み、その自分がその人に何を求めるのかっていうことによってコンサルタント必要になる人もいるし、必要にならない人もいます。だからみんながやってるからって自分がやる必要はないけれども、ただ一つ、本気でちゃんと教室業をビジネスとして回したいと思ったら、やっぱり経営の考え方とかビジネスマインド、あと集客の考え方、ビジネス寄りの集客の考え方っていうのはどうしても必要になると思います。その時には絶対コンサルタント、誰につくかは別として、ビジネス上は先輩になるわけなので、その人にちゃんと聞きながらやった方がいいです。ただその時に聞くだけだとね、ダメなんですよ。聞いて、自分の中で咀嚼してちゃんと噛み砕いて、そして行動して、うまくいかなかったこと、うまくいったことをコンサルタントにフィードバックしてまたやっていくっていう、まあ会社で言うと PDCA とかになるのかもしれないですけどね。プラン、ドゥ、チェック、アクションっていう、まあその動きになるんですけれども、これを指示待ちに勝った人間とかっていうんですけど、コンサルタントがこう言ったからその答えをもってしてだけ動くとか、頭を使わないでいようっていうタイプの人いるんですけど、これもまたね、つけてもうまくいかないタイプの方ですね。要は自力で動いて考えるっていうことをするのが自営業で必須になってきますので、その思考を育ててもらうっていうのが、まあ、基本正しいコンサルタントとの関係性のあり方ですね。自分はこう思ってます、どうでしょうっていうアドバイスをもらって、こうがいいんじゃない、で落とし込みができて自分の中ではそうだと思ったら行動するっていう感じですね。この人が何かを言ってくるのをずっと待ってると、このタイプの人もコンサルをつけるのは向かないタイプです。塾っていうか、それこそ学習塾でね、次々にプリント渡されて解いていけばいいみたいな、そういうタイプの方の、まあ、企業塾ないしはコンサルタントをつけた方がいいです。要は手取り足取り型で言われたことだけがやるっていう、まあ、成長はしないですけど、伸び授業自体は言われた通りにやってる過去の人についてる限りは伸びるかもしれませんけれどもね。自力で考えることができない人もあまりこうコンサルをつけても伸びにくいタイプですね。そもそも論で言うと、実践をしない人は誰をどうつけようともやっぱり無理なので、行動できないタイプの人、言い訳をするとか、あとは、まあ、言い訳をするっていうのは口で言わなくてもですよ。要はやらないっていうことは言い訳をしてるのとほぼ一緒なので。ちゃんと自分の中で落とし込んで動いてみるっていうことができないタイプの人も、コンサルをつけても成果が出にくいタイプの人です。だからぶっちゃけですね、必要か必要じゃないかって言ったら、真剣に数字とビジネスを伸ばしていきたければまずは必要です。でその時には誰と組むかっていうのをちゃんと見極めた方がいい。自分に合った人をちゃんと選ぶっていうことがおそらく必要になってくるであろうというふうに思いますね。だからその見極めるっていうのもなかなかそれなりに大変なんですよ。自分と合うかどうかなんてやってみないとわからない時とかね、ありますからね。ただ教室業若干特殊なので、コンサルタントで男性で教室業やってからコンサルやってる人はまだいいんですけどね。なんとなく頭の中で持ってる概念で話をされてしまう方と組むと、ちょっとね、分かりにくい内容になっちゃうと思います。普通のビジネスがまんま置き換えにならないから。
ていうのが教室業なので、だからそれをやったことがない人でアドバイスを受けるっていうのをその人を師とするとご自身が決めたのであれば、その人の言ってることを教室業の業界の言葉に自分が変換して置き換えて応用しないと難しいです。でちなみに私は、私のコンサルタントさんは全然教室業の人ではないです。ビジネス全般のことはいろいろ分かる方たちですけれども、教室業には特化していないです。だけれども自分でそれを教室業に置き換えたらどういうふうにできるかなっていうのを取り入れて考えて私の場合にはやってきてるので、その変換手間がかかるから失敗も出ちゃいますよ当然。だけれども、大まかな方向性、行くべきことやるべきことっていうのは、自分の中で噛み砕きながら、違ってたらまた意見をいただきながら修正を繰り返してやっていってるって、これが私のコンサルタントさんとのスタンスなので、長期的に付き合うことができているのは人間性とかも含めて、信頼している、メンターと呼ばれる人になるわけなので、必ずしも毎回ビジネスの相談ばっかりしてるわけじゃなくて、緊急報告であったりとか、あとやっぱり心はそんなに折れたり揺れたりはしないんですけれども、それでも人間ですからね、弱い時とかもある時にこういうふうに考えてるんですけれどもっていうことで、叱咤激励ですね、そういうのをいただけるようなケースとかもあるので、そういうお付き合いをすると決めている方とはそういうお付き合いをする形です。技術だけ欲しいために契約をしている方は技術だけもらえれば大丈夫なので、そのメンタル的な部分を特に救ってほしいとか、そういうことは特にお願いはしないですね。この技量が欲しい、それを教えてもらえればいいっていう、ここら辺はやっぱ割り切りとかが、必要になるかなっていうふうには思っています。だから趣味でやる方はね、いらないです。コンサルはいらない。楽しく自分でやればいいから、本気になった時にはコンサルをつけた方がいいです。だけれども自分が動かないと結局成果は全然出ないので、動けない人も、コンサルつけるとお金と時間の無駄になってしまうのでいらないです、だから結局趣味化した方がいいっていうことになります。本気で自分できちんと自立して頑張って普通に稼げるようになりたい。皆さんの話聞いてると、私のところのクライアントさんはそうですね、一つの目標値としてやっぱり年商600万なんですよ。月商50万です。でその次のハードルがね、多分800万で、その後が1000万っていう感じにおそらくなっていく予定なんで、その稼ぎたい人はやっぱり稼ぐためのしっかりした手順とか、そういったものを分かった状態でやっていかないとうまくはいきにくいんですね。ですからコンサルタントが必要か必要でないかっていう話の観点から言うと、すごくちゃんとビジネスとして頑張りたい人については必要になります。そうでもない人はつけなくていい、いいです。お金がもったいないから。楽しい状態で、集客とかの苦しいことも別にしないで、自分で好きなようにやってればいいと思いますのでね。そんな感じです。ですから、まとめると、教室運営そのものにはコンサルタントはいらないです。自分がどのスタンスで頑張りたいのかっていう段階に応じてコンサル契約で指導を仰ぎながら実践していくっていうことが必要な人はその時に考えればいいということになりますので、その際にはどこまで自分が何を知りたいのかって自分が自分を明確にする必要があって、それがブレていると結局マッチングがうまくいかないので、その時には必ず自分のことを見つめ直していただくっていう作業が必要になりますので、頑張ってみてください。それでは。